ストアをクリックします。ユーザー確認をします。ログインしてください。ストア画面からアプリをクリックします。インストールするアプリをクリックします。無料をクリックします。 アプリがインストールされました。開くをクリックします。アプリを閉じます。キーボードのメニューボタンを押します。インストールされたアプリのアイコンを選択し、 スタートメニューにドラッグします。次回からは、スタートメニューから素早く起動できます。